皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学校の地理、今回は時差の計算について説明します。世界の時刻の基準、これはイギリスのロンドン、これを通る経度0度、この本初子午線、これなんですね。この地図でいうと、この0度の線、この経度0度の線、これが世界の標準の時刻の基準です。そして各地域、国では太陽が真南に来る時刻、南中する時刻、これを基準に昼の12時としています。この時の各国地域の時刻を決める経線、これを標準時子午線、こう言います。日本は兵庫県の明石市、明るいという字に石というこういう字を書いて明石市、これを通る東経135度の線、これが日本の標準時子午線です。地図で言うとここの線ですね、これが日本の標準時子午線、東経135度です。数字もしっかり覚えてください。ではここからね、なぜ時差が生じるのかという計算の方法について説明していきます。地球は1日1回転360度回っていますよね。そして1日は24時間なので、この360度を24で割ると15度になります。つまり地球は1時間で15度回転している、こういうことが分かりますね。この15度ね、時差、これこの15度の差ね、時差はこの経度15度で1時間生じるんですね。そして太陽は東から昇りますから、本初子午線を基準に、これ東の方が時刻は進んでいると、そして西の方が時刻は遅れていると、こういうことが言えます。では実際に日本とイギリスの時差、これを計算して求めてみましょう。ここに数直線が書いてあって、イギリス、これ0度の線、これ本初子午線ですね、この線を基準に東経が180度、西経が180度、そして日本、東経135度のところですね。と、日本とイギリスの経度の差、イギリスは0度、日本は東経135度なので、日本とイギリスの経度の差は135度になります。ですからこの135を15度ね、1時間の時差は15ですから、15で割ると9となって、日本とイギリスの時差、これは9時間こういうことがわかります。日本はイギリスより東にあるので、時刻は9時間進んでいるね。イギリスは日本より逆に9時間遅れていると、時刻は遅れていると、こう考えればいいわけです。そして例えば日本が何月何日何時の時、イギリスは何時でしょうという時、日本はイギリスより9時間進んでいるので、イギリスの時間は9時間戻ればいいんですね。もし分かりづらいという人は時計の絵を描いて、日本の時刻から9時間戻ればね、イギリスが何時か分かりますよね。次は東経30度の回路と日本の時差、回路東経30度
というのでイギリスから東の方に30度、ね、来ているところと、これが回路ですね。じゃあ日本と回路の経度の差、ここからここまでですよね。ですから135-30を計算すると105となって、回路と日本は経度で105度の差があるということです。この105を15で割ると7になりますね。そうすると回路と日本の時差7時間こう答えが求められます。日本は海流より東にあるので、海流より7時間時間が進んでいる、ね、海流は日本より7時間時間が遅れていると、こうなるわけです、ね、言い直すと統計同士の場合、ね、その経度を引き算して15で割る、こう計算すれば時差が何時間か分かるわけですね。では今度は星系と統計の場合です。星系150度のハワイと日本の時差です。星系ですからイギリスからこちらに150度と、これですね、150度、これがハワイですね。ね、この時差ですね。日本はイギリスから135度東にと、ね、ハワイはイギリスから西に150度ということなので、日本とハワイの経度の差ってここからここまでになっちゃいますね。ですから135+150°というのが経度の差です。計算すると285と出てきますから、ハワイと日本の経度の差は285度あるということです。この285を15で割るとこれ19になりますね。つまりハワイと日本の時差は19時間もあるんですね。日本はハワイより19時間時刻が進んでいると、逆にハワイは日本より19時間時刻が遅れていると、ね、こういう時間の差をもとに、何時ですかとかいうのをね、例えば日本が3時の時ハワイは何時ですか、ね、午前3時の時日本ハワイは何時ですかだったら、その時刻から19時間戻るという計算をすればハワイの、時刻が出るわけです。よろしいでしょうか。今回は時差の計算について説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。